エンテベは、ウガンダ中南部の都市である。2005年の推計人口は62,971人。ビクトリア湖の湖畔に位置し、首都カンパラより南西に3 7トルの距離にある。1976年に、エンテベ空港奇襲作戦で有名になった、ウガンダ最大の民間及び軍事空港である、エンテベ国際空港がある。エンテベはガンダ語で、座を意味しており、 ガンダ族のマンバ氏族の主張の裁判所が置かれていた。1893年、イギリスの初代弁務官、ジェラルド・ポータルにより、イギリス植民地当局の成長が置かれ、1962年に、独立するまでは、イギリス領ウガンダの首都とされたが、独立と同時に、バントゥー系民族ガンダ族の王国ブガンダの首都、カンパラへと遷都された。 エンテベのブゴンが協会1976年にエンテベ空港奇襲作戦が行われたエンテベ国際空港があり、ウガンダの空の玄関口となっている。エンテベにはウガンダウイルス研究所などがある。熱帯雨林気候で1年を通じ気温は摂氏24度から27度である。降雨は4月と5月が特に多く月間200ミリメートルを超え、 3月6月11月12月も多い。ブリタニカエンテベ britannica.com usa アクセスと、オンジュライナナ、2 0 1 9ありがとうございます。